出ワ国秋田軍の範囲秋田軍は、秋田県にあった軍。おおむね上記の区域を合わせたものだが、行政区画として確定されたものではない。出ワ国及び、右五国で最大の面積を有する軍であった。733年に、出ワ作が、もがみ川川口付近から、秋田村高清水丘に移されたことにより、従来出ワ国の管轄ながら、国軍制が及んでいなかった出ワ北部に、 工場的な機関が設置された。その後この機関は秋田城と解消し、760年には、では国府が秋田城に移されたことにより国が機能を有するようになった。780年には秋田城の助成が始まり、国府が移転した後の本地域を管轄した。804年、秋田城制は停止され、代わりに秋田軍が置かれた。 秋田城自体は存続したが、結果、本地域に国軍制が施行されることとなった。当時は、その管轄範囲の南と東を川辺軍に接し、北端は馬場目川流域付近までではなかったかと推測されており、そのさらに北は、映像の地として、秋田城管轄内で軍制の施行されていない地域であったと見られている。その後、軍域は北へ拡大したと推察されるが、 中世の一時期、小賀半島に、ソロク島軍が置かれたことが、神社の胸札等から確認されているほか、北に隣接して、河北軍が、道の区国か、出羽国か議論があるものの設置されたとも見られている。1590年、豊臣秀吉衆因上により、道の区国比内軍が、秋田軍に編入されたことにより、近世の秋田軍が成立した。同じ領主になったとはいえ、 地域性の異なる旧、避難軍と一体で扱われることになった理由は不明である。ありがとうございます。